ここね、島の一番南側あたる部分なんですけどね、朝一番やってまいりましたね。早速、ラッシュダイブの180、ここからね釣っていきたいと思います。僕はね、J カスタムの103 100XH プラス、すごい潮が走ってますね。ちょっと一段上がります。ちょっと浅いところやる。お、意外と反応がない。マグマホロベースですね。ホロのベース変えていきますね。イワシからサイズそのまま180。さあ、ここでね、今回の調光メインで使ってたルアーですね、こちらになります。パームスから出る大型プラグシリーズ、グランバイツシリーズの第1弾という形で登場のラッシュダイブですね。こちら今回の調光でメインで使ってたルアーになるんですけども、このラッシュダイブね、特徴としては、高い飛距離、そして多少ラフな水面でもしっかりと水を掴んでエラーなくアクションしていく安定性という形でね、非常にこう使い勝手の良さ、幅広いシチュエーションで使っていただけるようなルアー、仕上げていきました。今回はね、このラッシュダイブのカラーについてね、説明していきたいと思います。ね、ラッシュダイブのカラーはね、今こちらにご覧いただいている通り、160mm に9色、180mm に9色、そのうちね、8色が共通カラー、そしてそれぞれのサイズに、カラーをラインナップしての、全10色という形の展開でラインナップをしております。で、このね、ラッシュダイブ、まずね、ナチュラルカラーとしてね、こちらになりますね。マグマホロを打ったイワシカラーですね。で、さらにトビウオカラー。これね、胸びれのところにホロを打ってます。で、さらにですね、側面に、ホロを入れながら、腹部のところにね、まあ、ピンク色、スケブルピンなんですけども、こういった形で赤に近いピンクを入れていくことで、まあ、明滅ですね。ホロの反射と、比較的、光を吸収していく赤。いう形の明滅で見せていくようなカラーで、さらにね、ホロを打ちながら背中をね、ピンクにカラーリングしたピンクバックという色で、まあ、ここまでがいわゆる通常のホログラムの、ナチュラルカラーなんですけども、さらにね、この同じ反射でも見せ方を変えていこうという形でクラフトマンベイトといってですね、どちらかというとこうアルミ箔に近いような形のね、カラーのホロを打ちまして、まあ、上のホログラムの反射とはちょっと違う見せ方をするよと、いった、からローテーションのね、長の一つに組める色という形で作ったのがこのクラフトマンデイトですね。まあ、今回もね、いい結果出してくれましたね。で、ここまでがね、ナチュラルカラーという形、まあ、ホロの違いであったりとか背中の色の違い、それぞれでね、まあ、光をこういかに反射して見せていくかっていう形でローテーションしていただければと思うんですけども、
これらに加えて次がクリアカラーになりますね。で、まあ、純粋にね、ドクリアという形で一つあるのがこちらのクリアカラーですね。まあ、胸びれのところにね、トランスルーセント透過系のホロは一部打ってるんですけども、基本的にはクリアという形で、まあ、シルエットをぼかしていくときですね、ベイトがごくごくちっちゃいようなシチュエーションでね、ベイトサイズにね、こうついてしまっているような魚の先をちょっとぼかしていくよというような使い方ができたり、もしくは反射をどうしても反応してこないような魚に対して見せていくようなカラー、これがこのクリアになります。で、同じくね、今度ね、ハーフクリアという形でね、ラインナップしているのはこちらですね、ヒューブリッドハーフクリア、ベイトですね。で、これはね、側面のみに、ホローを打ってます。で、背中お腹からはクリアカラーで、体側のところに、ね、UV を打つという形でね、まあ、クリアカラーの要素、反射の要素、そして UV の要素、ギュッとこう詰め込んだ色になります。で、そういう意味ではね、まあ、ローテーションさせてくる中でね、一つこうキーになる色としてね、一つ使っていただけると、また新たな展開ができるかなといったカラーになります。で、ラッシュダイブね、さらに今度ね、マズメのグローチャートという色ラインナップしております。こちらね、お腹のところグローで、背中チャートになるんですね。まあ、光のね、量が少ない間、かなりこう釣り始め、もしくは夕マズメでね、薄暗い中でルアーを見せていくんですけども、まあ、ホロもしくはクリアだったりとか、ちょっと違う見せ方という形でグローのこう光る要素をね、盛り込んだ色になります。で、まあ、これによってね、光がぐっと小さい間でも魚に対して違うアピールができるという大きな特徴を持っています、ね、それに加えてね、まあ、小魚食いのターゲット、もしくはね、イカ食いのターゲット、そんな形で、ね、ちょっと幅広く対応できるのもこの色特徴になりますね。で、まあ、ここまでがね、共通カラー全8色という形になるんですけども、まあ、これに加えてね、160ミリサイズにはこちらのキビナゴという形で、まあ、基本クリアのボディに体側側線のとこだけね、ホロを入れて、まあ、ぐっと小さいベイトに対応するカラー、さらに、ね、180の方にはですね、シーラカラーという形でね、まあ、ペンペン食いの大型魚を狙っていくのに、適したカラーという形でラインナップを入れています。ね、こういった形でね、それぞれ共通色8色、そして専用カラー1色1色を加えた全10色、このラインナップが、ラッシュダイブカラーラインナップになります。ね、ベイトサイズであったりとか、魚の反応を見ながらのローテーション、もしくはね、ベイトの種類、放量、ね、そういった要素を見極めながらのローテーションね、対応できるカラーラインナップになっておりますんでね、ぜひ皆様のシチュエーション、それぞれ見極めてね、ラッシュダイブを使って楽しんでいただければと思います。うわぁ、ヒラマサだ目の前で出た、餌ちっちゃいかな、餌ちっちゃいかな、カラーだ、というカラー、少しだけこう部分的にホロ入れる感じですね。アピール度はちょっと強くし、魚はね、結構今際で回ってますね。けどこう食わないっていうのが少ないですよね。さあ、少しだけシルエットをぼかしていきます、ね、こんな感じで、ね、側線のところだけこれビナゴカラー、これ160だけの色なんですよね。
リグのレベル4で言ってみると、あれさ、小さかったらここだね。火が出てくるとどうしてもシビアになってくるんですね、状況としてはね。ギグギガント120のこれね、レベルフォール2022年のモデルなんですけどね。で、こきれいにレベルフォールしながらスローなドリブルも見せられる。これで司令塔落とします。これ平すぎかな。これ平すぎだ。ね、今ちょうどさらしが出てるところなんですけどね。さらしの基盤ところ、これ平すぎでしたね。おお、すごい対抗してますね。ね、これはねギー君のレベルフォール。やっぱりね、スローリートリーブで結構綺麗に泳いでくるんでね、まあ、そういう意味でね、まあ、進展、スローな動き、効くんですね。綺麗だね。お、出たね、出たね、大きい、おー、出ました。今、スライドが入りましたね。まだチャンスあります。お、出た。おわしい、おわしいね。食わせちゃうでしょ。160に落としてツナを食ってくるか。160にサイズ落とします。お、出たね。よし。欲しかったですね。クラフトマンベイトっていうカラーですね。ちょっとホロにとってね、白に近い、アルミ白に近い格好の反射。
160に変えたところで食ってきましたね。やったね。おっしゃー、檜山さん来たー。オッケー、おー、やったね、嬉しい。ラッシュダイブ、よし、さあやりましたね。ね、下本福江島に来ての一発目、檜山さん嬉しいね。今ね180のラッシュダイブで、ね、何発かねこう反応もらってたんですけど、なかなか、食うまでに至らない、いうところでね、ラッシュダイブ今160を落としてね、クラフトマンメイト、反射の仕方をね少し変えて上げたところ1投目でしたね。いいですね。よし、行くぞ、行くぞ。さあ、最終日、朝一番ですね。ラッシュダイブ180からいきます。今ね、ついてね、すぐに沖の潮目でね、少し気配出ましたね。タックルは今サーフスター J カスタム103の WXH プラス、この1万4000番のリールにね、10倍10の今ね5号をメインに出てます。リーダーはねオーシャンレコード120ポンド。おお、少し潮行ってきたね。サイズ落としましょう。160に落とします。160で落としますね。イワシからちょっとね見た目も光り方変えて、でマグマホルですね。潮目切っちゃった方がいいね。飛距離少しでも出した方がいいかもわかんないです。180戻して色を変えます。今これ潮が引き出してね、ちょっとうねりっぽく波立ってきたんですけど。ステブルピ。
うわチェスチェスチェスでかい、ヒラマサだ。でかかった。ヒラマサですね。結構食い気あったな今な。まだチャンスあります。いやめっちゃ動き早かったんですよ今。後ろから結構なスピードあったんだよな。食わせられたな、失敗した。お、ボイル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 。いい雰囲気になってきたね。ちょっと早い動き。おし、食った。よっしゃ。早い動き変えたところで食ってきたね。おお、ラッシュダイブ180。よっしゃあ、平本さん、こっち回すよ。よっしゃ、やったね。いい出方した。横っ飛び出てたね。よし、ラッシュダイブ180の飛びようから。いいね。そうだね、サフスター J カスタム103 XH プラス。あー、やった。5.9 だね。よし、リリースしよう。よし、ね、朝一番いい魚でいかない、リリースしていきましょう。しょ、いった。おお、いいね。よっしゃー、ラッシュタイム180きたね。おお、強い、いいファイト、最高ですね。よし、